ちょっと見せてみ。おい、勝手に見んなよ。それって個人情報の。ちょっとあんた、なんでうちの母とツーショット写真なんか撮ってんのよ。それは。うわ、しっかりアドレスも登録されてるし。知らねえよ、そんなの。何よ、シラを切る気？いや、本当に知らないって。あの時美鈴さんはすでにベロベロに酔ってたし。美鈴さんだ。勝手に会ってたってだけでも問題なのに。美坂さん、誤解。この下道が。相変わらず忌々しいわね。あの時は酔っ払いが暴れ回っていただけだ。一緒にインデックスもいたし、なんだったら自分で直接聞いてみろよ。